低域の音もですね、ガッと迫力あって聞こえるんで、みんな好きな音って言っていいんじゃないかな。どうも皆様こんばんは、セゴリタ三世でございます。さあ今日ご紹介する商品はこちらです。イヤーファンのイヤーファンエアープロ3です。さあこちらはですね、ハイレゾ相当ですよ。 24bit 96kHz のアプトエックスアダプティブに対応、業界トップクラスのノイズキャンセリングマイナス 43dB。 これ本当なんですかね、本当なのかな。そちらが搭載されてたりとか、あとは Bluetooth 5.3 なので LE オーディオにも対応、 11mm の大型ダイナミックドライバーとか、 CVC 8.0 でクリアに声を届けられたり、アプリ、あとマルチポイントですよ。あと VGP2023 も撮ってるっていうことで、まあ、非常に人気のものですよ。明日からねタイムセール開催されるんで、まだ大丈夫です。セールの前に買わなくても大丈夫ですよ。ちょっと安くなるん で、さらにね、クーポンも下ね、僕のあるんでね、欲しいと思った方はですね、まあ、これ見ていただいて、日付変わってね、セール始まってからビシッと選んでいただいてもいいかなと思います。ということで、まあ、全然わかりませんよ。果たして本当にいけてるものなのか、これから皆様と一緒に確認していきたいと思います。というわけで、行ってきましょう。はい、というわけでこちらがイヤーファンのイヤーファンエアープロ3です。開けていきましょう。ダラーン、出ました。ユーザーマニュアルにベターサウンド、ベターライフカード、まあ、よかったら拡散してくださいね的なやつですね。それとクリーニングのスティックもついてました。汚れやすい部分このように綺麗にしてくださいねっていう風になってます。それと USB-C のケーブルに、イヤーピースは本体も合わせると4サイズ入っています。ほんでこちらが本体になるわけです。イヤーファンという風になっていて、後ろ側に USB-C の充電口で、前には LED ですねがついてて、でパカッと開けるとこのように光ると、それとイヤーファン LR という風になってて、ここポチポチ押せるようになっていますね。でイヤホン本体そのものはこんな感じで、ここがあれだね、タッチセンサーになっているのかな。ここでポンポンと操作する感じになってますね。上ペカペカ光ってます。で内側は LR という風に入っているスティックタイプですね。クアルコムの最先端チップ QCC3071 を採用、 24bit 96kHz の aptX アダプティブにも対応しているので、音切れの少ない豊かなサウンドを実現しました。 CVC8.0 の通話ノイズリダクション、クワイエットスマート 2.0 による風切り音低減技術、専用アプリもあるのでアップデートにも対応しています。他にも Bluetooth 5.3 をサポートしているので、今後アップデート予定の LC3 コーデックにも対応。イヤホン本体では9時間、充電ケースをすると最大45時間使うことができます。ワイヤレス充電にも対応。55ms の低遅延ゲーミングモード。IPX5 防水。イヤーピースも4サイズついているので、どれかしら必ず合うのあるんじゃないかなと思います。とまあそんな感じなんですけれども、大事なのは音質ですよ。これからつけて確認していきたいと思います。はい、じゃあつけていきましょう。どんな感じなんでしょうか。装着するとこんな感じに見えますよ。ピターっとしていて非常にいい感じ。やっぱりイヤーピースがですね、4種類あるのはでかいなと思います。アプリと接続するとこんな感じの画面になります。イヤーファンエアープロ3っていうことで、上にはバッテリー残量ですねしっかり出ているのと、あと歯車のマークを押すと、イヤー本名ですね、あとはチュートリアルとか、まあいろいろ入ってるんですけど、ゲームモードですね、これですね、低遅延、ここで切り替えることができます。あとはキーのカスタマイズですね。クリック、ダブルクリック、トリプルタップ、あと長押しでですね、それぞれ変えていくと、まあ、右左で分けてね使うことができます。あとファームウェアのバージョンで最新版になっています。こんな感じでアプリがあるんでね、しっかりアップグレードもできますよ。あ、ここでもゲームモード変えられるんだね。ノイキャンモード、外音取り込みモードの下にねしっかりあります。あとはイコライザーか、63から 15kHz ですね。そちらの間で。波長音域ですかね、そちらで調整できます。プラスマイナス 10dB ですね。そしたらじゃあノイズキャンセリングだね、確認してみましょう。はい、そしたらですね、交差点の音をですね今パソコンから直接流してるんで、ノイキャンモードいきましょう。マイナス43ですか、いけるのかね、ポチッと。
あー、なるほどなるほど。マイナス43かどうかは何とも言えないけど、聞いてますよ。ちゃんと聞いてるんだけど、結構ね、広域が残るね。これマイナス43をどこのヘルツ帯ですよね。にするかによって結構変わってくるところあるから、何とも言えないな。どうだろう。結構広域寄りの中域の音はがっつり入ってるんで、やっぱどうしても広域って残しにくいというか消しにくいから、中域寄りの広域の音だよね。まあ結構残るんですよね。まあ43デシベルカットしてできてるんだろうけど、多分中低域かなりの低域寄りの音は切ってるなって感じはするんだけど、広域のねパパーとかさーとか、まあそういう音はほぼほぼ残ると思っていただいていいかなと思います。じゃあ外音取り込みですね。あーでもまあまあ普通に話はできますね。めちゃくちゃ自然かっつうと、やっぱちょっとこうロボットっぽいっつうか自分の声じゃないかなっていう感じであるから、使えなくはないね。両方とも使えなくはないんだけど、まあ、つけてないみたいな自然な外音取り込みとか、広域までがっつり切ってくれるノイズキャンセリングとか、まあ、そういった感じじゃないかな。そしたらじゃあ音楽ですね、聞いてみましょうか。アプト X アダプティブですね、使えるのでダップで聞いていきたいと思います。うん、ドンシャリだね。ドンシャリなんだけど、もっとね、レビューとかね、Amazon の見ると、すげえ低域がきついっていう風になってたんだけど、そんな感じでもないね。もしかしたらファームウェアだね。それによってちょっと改善されてるのかもしんないですけど、まあ、でも聞いてるなっていう低域の音もですね、ガッと迫力あって聞こえるんで、みんな好きな音って言っていいんじゃないかな。で、どうしてもドライバーサイズとか価格帯とか考えてフラットにすると、やっぱいろんなほころびが見えちゃうから、それを考えてまあ強調してるっていう感じなのかなっていう。ただもうちょっとこうきらびやかさっていうか華やかさだよねがあってもいいかなっていうか、やっぱもうちょっと広さかな。個人的にはもうちょっと音が広い方が好きだから、そこのちょっと閉塞感も若干感じるかなっていうところではあるけど、まあでもまあまあ問題なく使えるんでね、全然いいかなと思います。ちなみにマイクの音質こんな感じになります。どうでしょうか、クリアですかね。 CVC8.0 ですか、こちらが入ってると思うんですけれども、クリアに届いてるでしょうか。こちらがですねマイクの音声になりますよ。ぜひこちらも参考にしてみてくださいね。なるほど、わかった。じゃあまとめていっていきましょう。はい、というわけで今回はイヤーファンエアープロ3ご紹介しました。いいところ残念なところまとめていっていくと、非常に軽い。この操作とかね、まあ、エアープロってつくぐらいですよ。ケースも軽いし本体も軽いんで、装着もですねスティックついてるんで、まあ、簡単に入れられるし、イヤーピースの種類も豊富なんで、ぴったりね自分の耳に合わせるっていうことはまあ問題ないかなと思いますね。あと音ね、ドンシャリですごく楽しいと思いますよ。あんまりねイヤホンにコストかけられない、なるべく1万円以下でだけど、ドンシャリでドーン聞いてバーンで派手な音の方が好きなんですっていう場合には、非常にぴったりのサウンド、パワフルでね聞いていて楽しいかなと思います。アプリにもね簡単に接続することできるし、アップデートもあったりとか、あとイコライザーですよね。あんな風にですね簡単に操作することができるんで、それもねポイントとして非常に高いかなと思いますね。あとコーデックですよ。アプト X アダプティブも使えるし、 Bluetooth も 5.3 なんで、今後ですよね LC3 LE オーディオですね、そちらにも対応できるんで、まあ、問題なくですよね。いろんな音を楽しむっていうことはできるかなと思います。あとマルチポイントがあったり、ワイヤレス充電も使えたりとか、あとゲーミングモードですよね。そちらで、まあ、音質は劣化されちゃうけど、まあ、低遅延で楽しむっていうこともできるんでね、すごくいいかなと思いますね。あとノイズキャンセリング、まあ、確かに効いてますよ。ただやっぱ聞く部位だよね、聞くヘルツ帯っていうものはかなり低域寄りになるんでね、やや広域寄りの中域とかからは結構音が残るんで、まあ、それでもゴーとかガーとかですね、あとエアコンのファンの音とか、そういったものはカットしてくれるんで、まあ、問題なく楽しむっていうことは、これがノイズキャンセリングなんだなっていう、まあ、最初の一歩としてですね、この世界を知るっていうものにはね非常に面白いかなっていうふうに思います。でそうね、まあえて残念なところを言っていくと、ノイズキャンセリングがマイナス43っていうのが、まあ、どの範囲かですよね。どのヘルツ帯を切ってるかっていうところになるんだけど、かなり低域寄りにはなってるんで、パッと聞いた時にね、これ聞いてるかなって思うこともあるかもしんない。この広域がどうしても残る。これはしょうがないですよ。この広域のカットは、まあ、めちゃくちゃ高い技術とコストが必要になるから、そこをどこまで、まあ、許容するかっていうところにもなるかなとは思いますね。あと、音の広さ。音の範囲がね、まあ、この僕の横からこう前に感じなんで、音にね、めっちゃ包み込まれる高揚感っていうか、
そういうのじゃないかなっていう感じではありますね。でも迫力はあるんでね、聞いていてテンションはめちゃくちゃ上がります。あと音質、ドンシャリなんで、まあ、フラットにした時にめちゃくちゃですね、いろんな音が綺麗にクリアにアプト X アダプティブを使ってとか、それこそ何万クラスと同じぐらいのクリアさかっていうとそうじゃないんで、でもこの価格帯の中ではですね、十分ですよ、いい音っていうものを作ってるなっていうふうには思うんで、その値段っていうものをですね、まあ、どこまで考慮するかっていうところになるのかなっていうふうには思いましたね。でもそんなもんで、どこまで自分が求めるかですよね。この価格帯っていうのを考えれば、それはノイズキャンセリングめちゃくちゃ積むとか、音がめっちゃ広いとか、音フラットにしてもですね、めちゃくちゃ綺麗とかは難しいんですよ。でも手に取りやすい価格帯の中でいかに頑張るかっていうところになるからね。そういう意味ではすごく大健闘、面白い商品だなっていうふうに思います。気になる方は僕の動画説明欄にリンクがあるので、ぜひそちらから飛んでチェックしてみてくださいね。それと僕の動画コミュニティ欄から随時お得な情報を発信しています。チャンネル登録していただきますとコミュニティ欄見られるようになりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、楽天ルームのフォローもお待ちしてますよ。それとこの動画が面白いと思った方、高評価ぜひ皆さんのご意見も下に書いて教えてください。というわけでまた明日ショー。